松本武君。はい、松本武君。民主党の松本武明でございます。本日は政府提出の所得税法等の一部を改正する法律案などの政府提出法案2法と、それから消費税率の引き上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ、早急に講ずべき措置に関する法律案ということで、民主党から提出した法案の3案を議題として質問をさせていただきたいと思っております。まず個別の課題に入る前に大臣にお願いを申し上げておきたいと思います。一つはこの税に関しては、昨年来社会保障と税の一体改革ということで3党で協議をいたしてまいりました。もちろん3党でありますから、それぞれ社会保障についても税についても個々の主張がございます。しかし一致できる点は一致をし、また他の党の意見であっても飲み込むことが可能であるところは飲み込み、まあ、残念ながらお互いに飲み込むことができないものは引き続きの課題である、まあ、こういう認識を共有をしながら昨年の夏に一つ合意をし、また今年の2月にまたその時点で合意をできるものについて合意をさせていただいた。その意味では大変建設的に私どもも議論をしてきたというふうに自負をいたしております。今日の議論についても、政府提出の法案についてもいくつかご指摘をさせていただきたいと思っておりますが、建設的に提案をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。同時に麻生大臣は副総理のお立場で内閣全体を見渡すお立場でもあろうかというふうに思います。今回のこの社会保障と税の一体改革は、やはり社会保障と税の一体改革の協議であります。で、現在税と社会保障といわば両輪で協議をさせていただいておりますが、まあ、残念ながら社会保障は当初のスタートラインの隔たりも大きかったというふうに思いますが、現在のところもまだなかなか議論が噛み合った形で前へ進んでいるというふうには思いません。私どもも社会保障課題があるということで、3年間与党をお預かりしている間は取り組んでまいりました。残念ながら届かなかったものいくつか、例えば高齢者医療制度の診療報酬体系のように年齢によって診療報酬体系を変えるという部分は、私どもの3年間の間で整理をさせていただくことができたところもあります。やはり社会保障も、先ほども経済の財源なくして、いわば財政なくして社会保障なしのようなご発言も委員の方からあったように記憶をしておりますが、ある意味ではそれは一つの事実かもしれませんが、同時にやはり社会保障は国民の生活そのものでもありますので、これはこれで真摯にしっかり向き合っていかなければいけない課題ではないかというふうに思います。その意味で我々としては社会保障の議論が前へ進むことも極めて重要だというふうに考えております。対極的な見地から麻生大臣のこれについてのお考えをお聞かせいただけたらと思います。麻生大臣。社会保障というものは今ご存知のように高齢化が世界で最も急ピッチに進んでおります日本におきまして、特に高齢者の医療問題、介護問題を含めて極めて重要な問題、極めて重要な社会問題であることをはっきりしております。ただ一方、こういったものは福祉は天から降ってくるわけではありませんので、きちんとした形でそれを支える税なり財なりというものがきちんとそれに対応できるような体制を整えておかないと、これは成立しない。したがって税と社会保障の一体改革という言葉が出てくるんだと思っておりますので、そういった意味ではこれは双方両方ともきちんとして対応していかないと安定した成熟した社会にはなりにくいというのは基本的な考え方であります。松本武君。まさにおっしゃった通り、天から降ってくるわけではないからこそ、昨年大変苦しい思いをして社会保障の財源の安定化のために、もちろん充実拡充の面も加えさせていただきましたけれども、
消費税率の引き上げについても決断をし、またこれについては当時は野党でありました本党、自民党、公明党さんの理解も得て成立をした法案として成立をしたものだというふうに理解をいたしております。その意味でこれから議論をさせていただくこの税法の議論においても、やはりまさに天から降ってこない国の財政をしっかりしていくためには、この先消費税率の引き上げの描かれた運びを着実に実施をしていく、もちろん景気の回復もその一つでしょう。同時に消費税引き上げに伴う影響をさまざまどういう対策を取っていくのか、これも極めて重要な観点であるというふうに思っておりますので、これをしっかり進めるためのお議論を今日はさせていただきたいというふうに思っております。でその前に今日私どもが法案を提出をさせていただいたことについて一言お話を申し上げたいと思います。先ほども申し上げましたように3党で協議をしてまいりました。段階的に合意をしてまいりました。しかし当然合意ができなかった部分もあります。私どもはこの合意ができなかった部分の特に今申し上げたように消費税率の引き上げに向けて必要なものは加速して行うべきではない、これは3党協議の場でも議論をしてまいりました。3党での議論も引き続き行うということになっております。しかし同時に政府提出の法案で国会においても議論をされるということでありますので、私どもとしては国会においてもこのことはしっかり議題に乗せて議論をする、このことが必要であるということで議員立法を提出をさせていただきました。この議員立法を提出することも含めて3党で協議をしてやらせていただいておりまして、3党で合意をしたということは実際に協議に携わった実務の担当者からしましても本当にいろいろ苦心をしながら苦労しながら工夫をしながら合意をできるものをしっかり固めていきながらお互いの意見を尊重していくというこの積み重ねの流れであります。これについてはハウスでやっていることですので大臣にご答弁は求めませんが、ぜひ委員各位にもその点をよくご理解をいただき、そういった議論の積み重ねの中から真摯に音が進む。残念ながら3党の協議に携わった各党の中でも必ずしもこの協議の経過なりこの議員立法についてご理解が十分に広まっていないようにも先ほどの議論をお伺いをしてと思いましたので、ぜひこの機会に財務金融委員会に所属する各委員にはご理解をいただいてまいりたいと思っております。それでは個別の議論に入らせていただきたいと思います。税の信頼性また政策の信頼性という意味で今回のこの税法の中にもさまざまな個別の措置租税の特別措置について記載をされておりますが、これが具体的にどういう目的でどういう効果を上げてきたのかということをしっかりやはり見ていく必要があるのではないかということを、我々考えてまいりました。ちょうど今回このそれに基づいてこういう租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書というものを財務省の方で作成をしたところであるというふうに承知をしております。これについてまず提出者にお伺いをさせていただきたいと思っております。民主党はこの租税特別措置の適用実態調査というものを租税特別措置の透明化という観点から求めてきたというふうに承知をしておりますが、改めてその趣旨について確認をさせていただきたいと思いますので提出者の答弁をお願いいたします。奥野総一郎君。お答えさせていただきます。税制というものは国民にとって納得のできるそして公平で透明の性の高いものでなければなりません。しかし租税特別措置につきましては租税歳出であるにもかかわらず、これまでも実態を踏まえたものとなっているのか、不適切な実態があるのではないかといった批判がなされてきたところでございます。このため、民主党は平成22年に、租税特別措置透明化法を成立させまして、適用実態の調査を義務付けたところであります。今般、この適用実態調査に関する初めての報告書が、委員のお手元にもございますけれども、国会に提出されてきたところであります。その内容を見ますと、やはり適用件数が全くないものだったり、適用が特定の業界に偏っているなど、その効果は不透明な措置が散見されるところでございます。
まあ、このような適用実態調査を踏まえつつ、効果が不透明な措置について、今後大胆に廃止していくべきであるとともに、不断の見直しを行っていくというふうに考えているところでございます。松本武彦君。はい、ありがとうございました。国会においても、決算を従来以上にしっかり見ていく必要があるのではないかという声があるわけであります。でこれは従来は予算の議論、これも大変重要な議論でありますが、予算を取った後のフォローというのがどういうふうになっているのかということが残念ながら必ずしも十分でなかったという部分があろうかと思います。でそのことは実際には何を引き起こしてきたのかといえば、狙いを持って行われた政策が実際に効果をしっかり生んだのかどうかということが十分に検証されてこないまま推移してきたということがあります。我々はここで今、租税の特別措置の適用実態を見て拝見をさせていただいて、今資料もお配りをさせていただいたと思います。必ずしも当初の見込み、見通しと結果は一致をしていないもの、全部これだけあります。一致しているものもあります、かなり近いものもありますし、違っているものもあります。我々が求めようと思っているのは、一致をしていないということを普段の見直しを行って常に効果のあるものに変えていくということをお願いをしていきたいということで、この実態調査を求めている。その意味で先ほど申し上げたように、本当に真に効果のある政策づくりのための建設的なご提案だということをご理解をいただいた上で、個別のテーマについて各省からおいでをいただいておりますので、お伺いをしてまいりたいと思っております。お配りをさせていただいた一番上のところで、エネルギーの需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制、そしてその下段にありますエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除、環境関連投資促進税制、まあ、これ合わせてご覧をいただいた方がいいと思います。実は平成23年度というのは当時の最強の野党自民党さんの厳しい国会戦術によって税法がなかなか成立いたしておりませんで、23年度改正は相当遅くまで、ずれ込みました。その結果、今そのことを申し上げたいことはたくさんありますが、今そのことを申し上げるのではなく、その結果実はこの上段は23年度中になくなり、下段に切り替わるはずであったものが、年度の途中という形になったので、まあ、これ両方を実態調査で書かせていただいております。その意味では、下段のものが新しいものですが、上段も類似のものでありますので、まあ、合わせて見るべきだということで、両方記載をさせていただきました。私はこの、エネルギーの構造改革、ないしは環境関連の投資というのは、まさに、先ほどの審議の中でもありました、成長を目指していく中では極めて重要なテーマだろうというふうに思います。その意味で目的そのものは理解をできないわけではないんですが、まあ、適用件数などをご覧いただいても想定した件数よりは合わせても一桁違うという結果になってきています。この税制今後どのように、このまずなぜこういう形になっているのか、それからこれについて今後の対応などをどう考えておられるのか、これは所管は経産省だというふうに思いますが、経産省の方からご答弁願いたいと思います。経済産業省後藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。今先生ご指摘の、環境関連投資促進税制、グリーン投資減税の要望時の見込み件数と、まあ、実績の乖離の問題でございますが、今いただいた資料に書いてございますように、まあ、6万7千件という見込み件数を出してございました。これは、設備対象設備ごとに業界等に対するヒアリングや各社の販売計画に基づいて、経済産業省が推計したものでございます。他方、今お話がございました、租税特別措置法の運用実態、調査によれば、
その愚民投資減税の実績は約300件ということになっております。でその帰りにつきましてでございますが、今先生からお話ありましたように、23年度におきましてはエネルギー需給構造改革促進投資促進税制、旧エネ核税制でございますが、エネ核税制が併存しておったためにですね、エネ核税制に約3300件というふうにそちらの方に相当程度流れていたということと、それから私どものやった推計自身では、導入見込み企業において黒字企業なのか、赤字企業なのかという区別をしておりませんので、実際適用されるときにはですね、相当程度件数が落ちているのではないかと思われております。さらに、それから一つの企業が複数の設備を導入している場合について、件数自身は複数件というふうに計上したもので、小さくなっていると思ってございます。あとそれに加えまして、その税制を十分周知されていなかったのではないかという問題も残っているのではないかと思ってございまして、今後、私どもの方でも実態、調査の結果を踏まえまして、税制の実態に沿うように推計も見直してまいりたいと思いますし、これまでも資源エネルギー庁のホームページ等で周知を行ってございますが、税制活用のニーズが大きい中小企業団体、それから各種業界団体についても、積極的に周知をさせていただきたいというふうに思っている次第でございます。松本武雄君。後ほど副大臣がおいでをいただいたときにも改めてお願いをしたいと思っておりますが、今おっしゃったように、一つは周知の問題というのがあると思います。でこれは税制に限らずさまざまな補助もそうなんですが、どこへ行ったら補助が受けられるのか、そもそもどういう補助があるのか、どういう税制の優遇措置があるのか、これ各省のそれぞれ担当の課は良かれと思って真剣に作っておられると思います。しかし多くの企業、特に中小企業になれば、どこの省のどこの課でどんな政策をやっているのかというのをですね、知るというのは、これはこれで今ホームページがありましたのお話がありましたが、多分経産省のどこどこでやっているということを知らないと、そのホームページになかなかたどり着けないということになると思います。ぜひ我々は周知の問題が一つの原因であるとすれば、この税制についてもいい形でしっかり周知できることを今後政務レベルも含めてお考えをいただきたいというふうに思っております。税務署は取る方ですから、こういう取らない方の話が税務署にお願いできるのかどうかというのはちょっとなかなか方向性が逆の仕事を一遍にお願いするのがいいのかどうかというのは分かりませんが、政府としてはやはり政策目的を持って作った制度は有効に活用していただくということでお願いをしたいと思います。後ほどもまた改めて整理して財務大臣にもお伺いをしたいと思いますが、もう一つの税制の問題はまさに今お話があったように、赤字の法人に対してどうするのかという問題もこれから出てこようかというふうに思います。そういった課題がある中で、どの政策を選択するのがいいのか、補助という形がいいのか、税制という形がいいのか、そういうことも総合的に検証して、タイマーの見直しをしていただきたいということで、問題提起をさせていただきました。次に厚労省にも お伺いをさせていただきたいと思います。医療用機器などの特別償却、これは安心のためのという医療安全に関する医療機器等の導入に関する特別償却制度ということだったと思いますが、これについてこの適用実態と当初の見込みなどについてのご意見を伺いたいと思います。丸川厚生労働大臣政務官。この医療用機器等の特別償却というのは2つ種類がありまして、高額な医療用機器500万円以上のものに対して、その中でも機器を告示で指定をしておりますけれども、それと医療安全に資する医療機器、今委員がおっしゃったものと、2つのパターンがあるんでございますけれども、これの見込みをどうやって決めているかといいますと、医療機器の販売実績などを元にして推計値を算定しておりまして、実はこれ特別償却の対象となる医療機器のすべてにこの制度が適用されるということを前提にしております。でしかしながら実際に適用されなかったものもあると。それからそもそもの販売実績も
きれいに国自のものだけを切り分けられるような統計になっておりませんで、そうしたことによって今回の適用実態調査の結果と大きく乖離する結果になったのではないかというふうに考えております。ですので今回このような結果が出たことを参考にいたしながら推計値の精度をより高めていくということと、それから、この関係団体に周知を努めまして医療用機器等の特別償却制度が有効に使われるように、努めてまいりたいと思います。松本武雄君。はい。ぜひ政務官に置かれてもまた今お話をいただいたようなことを お立場からご指導いただきたいというふうに思います。と申しますのも、今も少しお話がありました。実はこういう制度を作っていきたいということで見込みとか計算をそれなりに基準でなされます。ところが結果が分かるような統計がそもそもないというようなこともあります。そうするとどういう、見込みで、作ってこられたのか、で結果が逆に分からないようになっているというものもあります。なかなりません。我々も国会で何年かこれまでも質問させていただいてますが、一番極端なケースでいくと見込みは4月から3月の年度でやりましたが統計は1月から12月しかありませんとかというようなこともかつてはありました。しかしやはり政策効果をきちっと見極めて本当に効果のあるものをしていく、そのことによって政府も公務員も国会議員もまた信頼を回復することになるんだろうと思いますので、今前向きのご答弁をいただいたと理解をいたしますので、ぜひそれを推進をしていただくように。で今日は一例を取り上げさせていただきましたが、今回本当に財務省の皆さんには大変な労力をかけていただいてきちっと調査をしていただきましたので、これをきちっと有効活用していただきたいということを申し上げたいと思います。どうぞ政務官にはもう結構でございます。ありがとうございます。もう一つ、今度はちょっと逆のパターンでありまして、見通しよりもかなり利用されているものというものもありました。次の段に参りたいと思いますが、これは国交省所管だと思いますが、特定の資産の買い替えの場合などの課税の特例ということであります。もちろんよく利用されていることそのものは大変結構なことだろうというふうに思いますが、他方ではこれはやはり入ってくる予定の税金が入ってこなくなる話でもあります。まさか小さく産んで大きく育てるという話ではないと思いますので、これはきちっとやはり税収の見通しであります。先ほど申し上げたように常に見直しをしていただいて、どういう理由でずれてきているのか、そしてこれをどういうふうに見直していくのかということ、その辺のお考えを国交省にお伺いをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。鶴保国土交通副大臣。お答えを申し上げたいと思います。委員ご指摘のとおり、買い替え特例制度につきましては、今2つほど問題になっておると思います。規制市街地から外へ、あるいは都市開発区域の中へ、事業用資産を譲渡し、それに代わる資産を取得して事業のように供した場合、譲渡益の 80% 以上を上限に課税繰り延びを認めることにより、大都市圏における適正な機能配置による均衡ある発展を図る、こういったもの、あるいは特定の資産の買い替え、特に所有期間10年超の国内にある土地、建物、または構築物と国内にある一定の土地、建物、構築物、機械装置、または鉄道事業用車両運搬具との買い替えをですね、進めるために、10年を超えて保有する土地、建物の事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡益の 80% を上限に課税の繰り延びを認めることにより、土地の流動化や有効利用を促すとともに、企業の設備投資意欲を喚起し、我が国経済の活性化を図る。こうした目的のもと、委員ご指摘のとおりですね、所得が運用されておるわけでございますが、まさにこの税制の前半部分、平成23年度における適用総額は約776億円、またこの税制の延長要望を行った際の適用見込みが約112億円ということでございます。また後半部分でございますが、平成23年度における適用総額は約3850億円、
この適用見込みについては2990億円の字数ということで、確かに、目論みよりもたくさんの方々が扱われたということになります。こうした乖離の理由といたしましては、特例の適用対象となる事業者の数や事業用資産の売却取得金額について限られたデータのもと仮定を置いて試算を行っていること、また事業資産等の景気回復についての後半部分においては、リーマンショック後の急激な落ち込みから我が国経済が回復を見せる中で想定した以上に本制度が活用されたことなどが考えられております。今後とも本報告書の活用など適用の運用実績や実態の把握に努め、適切な政策の検討を進めてまいることはもちろんのことでありますし、先ほどご指摘のとおりですね、これらの取得金額や事業用資産の売却や取得金額についてですね、精緻なデータを、データ資産のやり方をこれからも作っていくという不断の努力が必要であろうというふうに考えております。松本武君。ご答弁ありがとうございました。今リーマンショック以降の動きということですと、そこの動きだけ見ていると23年度経済も悪くなかったかのように聞こえますが、実感としてはその頃そんなに良かったという感じはないと思います。で、申し上げたいのは冒頭にも申し上げました、今も今後精緻なデータで予測を精度を上げていきたいといった趣旨のご答弁がありました。もちろんこれも大事なことであろうというふうに思いますが、実は今回のこのような形で透明化をお願いをしたのも、従来の行政の在り方を根本的に変えていただくことを我々はお願いをしてきたつもりであります。つまり十分に準備をしてやったことは必ず正しい、そうするとその結果についてはなぜ正しいこと通りにならなかったかというと、何か特殊要因があったからだとかいう説明で、もともと正しかったんだということで、ある程度その仕組みを残す、通そうということがこれまでも繰り返されてきたというふうに思います。しかし大臣も民間企業で経営をされておりました。民間の企業は結果が出ればそれを結果を受け止めて、当然それに関してどこがどうだったのかという検証をして次の対応へ移っていくということになります。結果と当社の目論みの乖離が何らかの責任があるとなれば責任を取らなければいけませんけれども、いろんな事情で変わってきた場合にはむしろ今後の対応を取ることの方が大事だということが普通の仕事のパターンだというふうに思います。ぜひこれからやはり行政においても社会も経済もある意味では今のご指摘その通りだと思います。大変激動している中でありますから、当然変わってくれば当初の見込みと結果も変わってくることは多々あっていいかどうかまでは、多々はちょっと言い過ぎかもしれませんが、あり得ることだと思いますが、その時にもともと正しかったんだということにこだわりすぎないで、きちっと結果を受け止めて普段の見直しを行って直していく、このことをむしろ根付かせていただきたいということが我々この調査をお願いをした背景でもありますので、鶴保副大臣におかれましてもまたぜひご趣旨をご理解をいただいたご答弁をいただいたものというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げて、参りたいと思っております。副大臣どうぞ。じゃあありがとうございます。それから最後に農水省の方には特定農産加工品等の製造設備の特別償却の適用実態ということで、お問い合わせをさせていただきました。これは背景等も伺ってまいりたいと思いますが、もともと適用見込みが25件で結果は1件ということで、本当にこれがあまねく国民に関わる税のわざわざ制度を作ってやるべきことなんだろうかという疑問も含めて、感じるところが私どもから見ればあります。ぜひこの点について農水省のご見解なり今後の対応の考え方を受けたまわりたいと思います。梶谷農林水産副大臣。今松本先生お話のとおりでございまして、平成23年度改正要望の時の23年度活用見通し件数はですね、生産製造事業計画および事業者からの聞き取り調査等も含めて25件と見込んでおりました。しかしながら
東日本大震災の影響等を受けて事業の先行きが大変見通せなかったことなど、適用件数はご指摘の一件にとどまっているところです。飼料用米あるいは米粉用米は水田の有効利用など極めて重要であることから、本税制措置の徹底した周知のが必要だと思っておりまして、一層の努力をしてまいりたいと思っております。それから今後も継続する必要がないのではないかと、こういうご質問でございましたけれども、今大変大切なことは、水田を有効利用して主食用米以外の新規需要米の生産を本格させ、食料供給力を強化する必要があると思っております。平成32年における生産目標を、飼料用米は70トン70万トン、米粉用米は50万トンを設定しておりまして、水田活用の直接支払い交付金等により生産の拡大を推進しているところであります。目標の達成に向けては、飼料用米米粉用米の生産と合わせて米粉飼料製造設備の導入を促進しまして、安定的に飼料や米粉を供給し得る体制を構築することが必要だと考えております。これらの施設の設備投資のインセンティブとなる本税制を措置することが必要だと考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。松本武君。梶谷副大臣にお願いを申し上げたいと思います。私はこの個々の政策目的を決して否定をしているわけではありません。ただ政策手段として、もともと25件ぐらいの適用見込みで、結果として1件の適用といったものが、わざわざ税法を作ってやるべきものなのかどうかということがあります。実際には毎年毎年夏になると各省から概算要求の申し込みがあって、税制改正の要求があって、残念ながら財務省の査定なり省内の調整で取れなかったものは、党税庁にお願いをして取ってということがあるのかもしれません。実際にそういう形が行われてきたこともないわけではないというふうに思います。しかし本来やはり補助金なら補助金でやるべきもの、税なら税という制度でやるべきもの、先ほど国交省の鶴保副大臣の方でもお話をしましたけど、やはりああやって制度で作った以上は、基本的には今度は拒否もできないわけでありますから、そういう問題にもつながってまいります。税でやるべきものはもちろん税でやるというのは一つの考え方だと思いますが、その辺の全体の交通整理をすべき時に近づいてきているのではないかなということで、これはむしろ農水省さんより財務大臣に後ほどまとめてこの議論のついてのご所見を伺いたいと思っておりますが、申し上げたいことはそういうことであるということをご理解をいただきたいということを申し上げて、梶谷副大臣で結構でございます。大変お忙しいところ赤羽経産副大臣に参議院から申し上げません、走ってきていただいたのではないかというふうに思います。今お聞きをいただいて、おおむねの流れはご案内かというふうに思いますが、今回この租税特別措置の実態調査をしていただきました。で、結果が違っているものがいくつかやはり出てきております。で、先ほど申し上げたのは、結果が違っているということそのものが本来正しかったので、何とか説明をして無理やりそうするのではなく、結果を受け止めて、それでもこの政策目的が重要であれば、どういう形で改善をしていこうということにするのか、もしくは結果が違うということは、ひょっとしたらこの政策目的と制度がかなってなかったのかもしれない、そういう見直しはやはり大臣副大臣の立場から動いていただかないと、なかなか下からはしにくい部分もあると思いますので、各省副大臣にお願いをしております。内容についてのご説明は先ほど事務方からお伺いをしましたので、その趣旨のへのご理解をいただきたいということで、副大臣から一言いただきたいと思います。赤羽経済産業副大臣。
松本委員にお答えをいたします。まあ、今の趣旨、私もよく理解をいたしました。もちろん、グリーン投資減税は、一昨年の 3.11 東日本大震災以降ですね、我が国はこのエネルギー制約が出てきているわけでありまして、自然再生エネルギーをしっかり支えていかなければいけないというのは、これはもう民主党政権時代から、それは私たちも思いは変わらないと思います。そういった意味では、このグリーン投資減税の減税目的というのは私は正しいと思いますが、その申請にあたって、まあ、業界ヒアリングをして販売計画の等々でやったというふうに事務方から聞いておりますが、現実としてはこれだけ、数字が乖離が出ているということは、私自身の問題意識として、認識をさせていただいて、もう一度ですね、業界に対して、まあ、どのような実態があったのか、使い勝手がどう悪かったのか等々をしっかりと精査をしながらですね、使いやすい制度にする、それが税制でやるのがいいのか、補助金でいいのかというようなことも含めて、今ご指摘のあったような形で、前に進んでいけるように、せっかく財務省が取ってくれた枠が、まあ、なんか使い切れないというようなのも本当残念な話でありますので、しっかりと進めていくように頑張っていきたいと思いますので、今後とも引き続きご指導賜ります。よろしくお願い申し上げます。松本剛明君。成長の面からも、また環境の面からも大変重要なテーマであるというふうに私ども思っております。で、その上で、副大臣おいでになる前に申し上げたことを重ねて、ぜひご理解をいただきたいところなので申し上げると、本当に霞が関の文化をある意味では変えることだと思っております。なんとか最初から全て正しいものでセットしようと。もちろんその努力は必要です。最初から間違っててもいいやという仕事をされたら困りますけれども、しかし結果が出たときに、それでも最初のものが正しかったんだという説明に労力をかけるよりは、結果を受け止めて次へ進んでいただくという文化に変えていただく。そのためには、やはり大臣、副大臣に引っ張っていただく必要があるということで、各省副大臣に大変忙しいところをおいでをいただきました。ご理解をいただいた答弁をいただいたものというふうに承知をいたしましたので、どうぞ副大臣お時間があると思いますので、結構でございます。麻生大臣、ここまで個別に議論させていただいてまいりました。趣旨はもう重ねて申し上げるまでもないというふうに思います。ぜひこの実態調査を活用していただきたいということが一つ。それから、まあ、つまり所得の歳費など普段の見直しをしていただきたいということであります。それから併せてこの所得という仕組み、まあ、先ほども例えば自民党の方だったのではないかと思いますけど、景気対策も短い短期的なもので終わってしまってしぼんでしまってはいけないというような趣旨の議論があったというふうに思いますが、この所得についても、例えば今のエネルギーの話でもですね、向こう5年10年どのぐらい新しいエネルギーを変えていくのかという考え方で、スタートをしてきているんですが、租税特別措置そのものは極めて短い期限でずっと切っていっているわけであります。まあ、そういうその所得そのものの見直しも含めて、お考えをここでお示しをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。麻生大臣。ご指摘全く正しいと思っております。霞が関とか官僚の無謬性なんて信じたら、それは話にならんのであって、それは後ろ向いて間違いなく言う、これこっちにしか入らないから無謬性なんて信じたら、それは話にならんのであって、やっぱ基本的に予測と結果、予算と決算が差がある。これは民間の会社におられたらどなたでもご存知のことなんであって、むしろ決算の方が大事。予算で100、実際やったら98で済みました、100人になりましたなんていうのはよくある話なんであって、程度の差にもよりましょうけれども、ある程度差がない方がおかしい。差が、間違いなくびっしゃり出てきたら、誰かが数字改ざんしたかなと思うのが、大体会社でおいては両方びったしあったら、それはなんかおかしいなと思う方が正しいと、私はそういう習慣で育ってきましたんで、そう思いますけど、いずれにしても今回こういった形で適用実態調査っていうのを踏まえながら、これは今後ともこれをうまく利用せないかんというご指示だと思いますけれども、いずれにしても来年度以降の税制改正要望等に反映させていくなどなど、我々としては今後の毎年度の税制改正プロセス等々においても、これはさまざまな議論が行われていくものだと思いますが、
各省庁においても副大臣等々から下にこの市の趣旨で話しようということをきちっと下に下ろしてもらうのが大事なところなんであって、数字をより問題は本来の目的は何かという点を間違えて取られると話が込み入りますので、そういった意味ではご指摘誠にごもっともだと思っております。またエネルギーにつきましても、今後とも10年間の間どれくらいエネルギーが変わるかなんていうことはとてもではありませんけど、なかなか予測つきがたい。私どもご存知かと思いますが、元石炭屋にしてみますと、今これだけ石炭の見直しが行われるということは、35年前石炭閉山をさせられた本人からしやすととてもではないけど理解が全然できない世界が今現実のものとなってきておりまして、今かつて CO2 が高いから石炭はダメだと言われたものが、今横浜市内の磯子区の真っ只中に石炭火力発電所が堂々と世界一の低公害というか効率よく動いておるという現実というのは間違いなく技術の集積の結果なんだと思いますので、そういったものを考えますと今後とも我々としてはどういった形のものというのを一回決めたらそれはずっと行くんではなくて、技術の進歩とともにまた世情の変化とともにそういったものを柔軟に対応していくという見直しというのは常に必要なものだと思っております。ありがとうございました。松本武明君。時間に限りがありますので繰り返しご答弁は求めませんが、所得の仕組みそのものについてもまた問題意識を持っていただいて、お取り組みをいただきたいと思います。それでは消費税の影響緩和について、議論に入らせていただきたいと思っております。今回この影響緩和を早急に進めるべきだという趣旨で私も法案を提案をさせていただきました。提出者にそれぞれ、住宅それから自動車の対策の考え方についてお伺いをさせていただいた上で、まとめて恐縮ですけど大臣にはご答弁をお願いをさせていただきたいと思っております。まず提出者にお伺いをさせていただきたいと思います。この法案においても住宅対策を急がなければいけないということで、提案をさせていただきました。実際に大臣は新聞のチラシなんかご覧になることは少ないのかもしれませんけれども、消費税が上がるから今のうちにマンションを買おう、家を買おうというチラシが入ってきて煽られている状況にもなってきています。しかしこれまでの消費税の率が引き上げの経験のときには本当に駆け込み1年反動3年という言葉も住宅産業の中にはあるようであります。極めて厳しい反動が来るということは経済にも決してプラスにはならないということからすると、本当に住宅に関しては消費税引き上げの影響緩和ができてますよというメッセージを早く出していただくことが必要だというふうに思っています。その意味で今回ローン減税の制度はこの法案に盛り込まれました。我々もこれには賛同しております。同時に所得おおむね5、600万以下のところではこのローン減税ではカバーしきれないという問題があります。こういったものについても手当てをする方向そのものは共有をされていると思いますが、ぜひ急いでいただきたいと我々考えますが、これについて提出者から考え方を伺いたいと思います。玉木雄一郎君。松本委員にお答えいたします。今お話があったように住宅は取得価格が高額であって、また国民生活その人の人生にも密接に関わりますから、駆け込み需要やあるいはその反動源といったことが大規模に発生する可能性があります。そこで、2つポイントがあると思いますけれども、政府が今提案している住宅ローン減税、これも大事な措置でありますけれども、今ご指摘のあった年収400万から500万以下のいわゆる中低所得者に対してはその住宅ローン減税の恩恵が十分行き届かないといった面がございます。ですから、法案の第4条におきまして、そういった減税措置が十分その恩恵が及ばない層に対しては給付措置を講じるということにしておりまして、そのためにこの法案の施行後速やかにその給付の対象者また額等について検討を行って、その検討を踏まえて速やかに必要な措置を講じるということにしております。で、2つ目はですね、ローンを組んでいる人にはローン減税を及びますけれども、ライフスタイルの変化とかさまざまな新しい住宅需要が出てきておりまして、例えばシニア層の住宅の購入やあるいはリフォーム、
こういったことの新しい事情に対して答えていくということでもですね、きめ細かな給付措置を合わせて講じるといったようなことが必要だというふうに考えております。松本剛明君。法の提案の保護趣旨をご説明をいただきました。内容そのものについては与党の皆さんにもご理解をいただける内容ではないかというふうに思います。もちろん手続き、財源の確保などの課題はあろうかと思いますが、もうすでに来年の4月の引き上げの準備でありますから、ぜひ趣旨をご理解をいただいてご賛同を賜りたいと思います。自動車についてもお伺いをしたいと思います。私どもはそもそも自動車については複雑かつ過重な負担を自動車ユーザーに求めてきたというふうに考えております。今回昨日予算委員会で TPP の議論をさせていただいたときもそうでありますが、やはり我が国にとっては裾野も考えれば自動車産業は大変重要な基幹産業であり、雇用においても大変重要であると考えています。これいったことを考えると、日本の国内市場をどのように応援をしていくのかということであります。だいぶ昔に自動車利用者が特に関税力があるということで元を作られてきた税制をいつまで残しておくのかという観点からも、そして消費税引き上げという中で高額な自動車を買うということはやはり駆け込み反動が想定をされる見直しの機会でもあるということを考えると、特に地方では多くの国民が最大の利用者ということであろうかというふうに思いますので、自動車税についての見直しの考え方、これは二重課税であるとか、また自動車重量税の課税根拠といった問題も含めてご回答を提出者からいただきたいと思います。以上、玉木雄一郎君。松本委員にお答えいたします。自動車についてでありますけれども、まず取得税については自動車の取得というこの事実に単税力を見出して課税するという、まあ、流通税の側面があります。合わせてですね、この自動車には消費税というこのまさに物品の取得に関して課税されるということが行われておりますので、これは二重課税になっていると思いますし、またいわゆるそのタックスオンタックスの問題もございます。そこで消費税率が 8% に引き上げる際に、その負担を取得の負担を軽減するという趣旨から取得税については廃止すべきということを考えております。そこで本法案の5条におきまして 8% に引き上げが行われます。その平成26年度3月31日をもって廃止するということを法律に明記をしております。次に自動車重量税のまあ、いわゆる当分の関税率についてでありますけれども、これはもともと道路整備を加速化するということで課税された、まあ、課税根拠がそういったものだと思います。これ本来平成21年度にいわゆる特定財源の見直しを行った際に、本来であればこれ整理をされておるべきものだと認識をしております。その観点から民主党政権におきましては、平成22年24年これまで累計2000億円を超える減税を行ってまいりました。こういった観点からこの当分の関税率についても取得税と同じ時期に、すなわち平成26年の3月31日をもって廃止すべきと考えております。松本剛明君。はい、趣旨を説明をさせていただきました。大臣にご所見を受け止めたいと思います。住宅、自動車ともに急ぐべきだと思いますし、また自動車についてはこの機会に抜本的な見直しをすべきだというふうに我々は思っております。住宅については給付という側面もあります。その意味では要求される省庁はおそらく国交省になろうかというふうに思いますが、予算を組む側でもいらっしゃいますので、総合的にご答弁をいただきたいと、このように思います。麻生大臣。松本先生、ご指摘 の住宅取得対策につきましては、与党税制改正大綱におきまして、消費税を引き上げるときに、一時の税負担の増加の影響というものを、平準化、平らにして、そして、
それを緩和するという観点から住宅ローン減税の拡充をはじめとする税制上の手当を講ずるということとした上で所得税に加えて住民税による住宅ローン減税の拡充策というのを講じてもなお効果は限定的と言われるような所得層、低所得層ということになろうかと存じますが、別途良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策というものの観点から適切な給付を講じるものとするということにされたと理解をしたりいたしております。したがってこの法案で提案をさせていただいた住宅ローン減税等の税制上の手当による負担軽減を踏まえつつ住宅政策の観点から給付の内容について検討を進めていくという必要があるものと私どもも考えております。給付の具体的な内容につきましてはこれは一定 の周知期間が必要であることも踏まえねばなりませんので、先ほど言われたように時期が迫っているではないかというお話ですので、できるだけ早く遅くともこの夏までにはと、夏も6月か9月かと言われているとはまた話が、まあ、一応8月今夏までにはその姿をお示しすることができるようにいたしたいものだと考えております。自動車税がありました、すいません。自動車産業というものにつきまして同じようにご質問がありましたように、これはもう日本の経済成長を促していく上で最も重要な産業の一つであったことはもう昔も今も変わらないと私どもそう思っております。したがいまして車体課税というものと重量税とありますが、車体課税につきましては今般の与党税制改正大綱において財源を確保した上で一層のグリーン化などの観点から見直しを行うようにという方向性は示されていると理解をしております。したがいまして税制抜本改革法第7条の規定や与党の大綱で示された方向性を踏まえまして平成26年度の税制改正においてこれについて検討してまいりたいと考えております。はい、松本武君。はい、自動車等については次の古本君にこの後の質疑は譲りたいと思っております。私の時間はほぼ終わりましたので最後に一言お願いだけさせていただいて質疑を終わらせていただきたいと思います。今回付則の108条で私どもの提案をお取り入れをいただきました。何点かありますがそのうちの2点について私の方からはお願いをさせていただきたいと思っております。一つは私どもは新しい公共という観点から特に国立大学などの寄付税制の拡充のお願いをさせていただきました。私どもの新しい公共の考え方というのは公共の役割を官だけが担うのではなくて広く多くの人に担っていただこう、その意味ではある意味では日本に本来あった助け合いの考え方でもあります。そういう意味で新しいというよりは新しい時代にふさわしい日本の伝統を生かした公共のあり方というのが正確な言い方かもしれませんが、そういう観点からも各大学がファンドレーズできるようなということでお願いをさせていただきました。また景気対策という意味での公債非課税は対象の範囲ということで、お願いをさせていただきました。公債非課税の景気に与える効果というのは公債費を出す側もさることながら公債費で潤う側が大変大きなポイントだというふうに思います。そういう意味では今回の制度は出す側で線を引いておられますが潤う側から考えればそこで線を引くのが適当かどうかという議論があるということを踏まえてご議論いただきたいと思っております。また今後法案の中には所得拡大促進税制、雇用促進税制も入れていただいております。これも大いに期待をするところでありますが、冒頭の議論からもありましたように赤字法人で、あるとか、それから恒久措置になっていないであるとか、とりあえず今も賞与対応されてますが賃上げというのはやっぱり日々のというか毎月の給料が上がってくれないと実感にならないわけで、そういう期待される効果と今回の制度とどういう実績を上げていくのかということを細かく見ていただいて極めて重要なテーマですので効果を上げるように運用していただきたいということを強くお願いをして私の質問を終わりたいと思います。はい。